新潟大学は、新潟県新潟市西区いがら市にの町8050番地に、本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された、大学の略称は信頼。新潟大学は、旧制大学の流れを組む、旧管立大学の一行である。特に、医学部は、旧六医科大学の一校である旧、新潟医科大学を直接の起源に持つほか、人文学部、 法学部、経済科学部及び理学部は、ネームスクールの一校である旧新潟高等学校を、期限に持つ、一期校である。令和元年度国立大学法人運営費、交付金の額は、約163億円で、全国立大学86校中14位である。旧新潟医科大学、旧新潟高等学校などを、主な母体として1949年に開学した。 2021年現在、重学部、5研究科、農研究所、災害復興科学センター等の研究機関を要する本州日本海側において最大規模の総合大学である。2021年5月1日時点での総学生数は12,173人。発足当初は県内にキャンパスが点在していたが、統合移転により、 新潟市郊外西部にある広大な五ヶ市キャンパスと市中心部に構える旧新潟医科大学以来の医、私学系学部が集まる朝日町キャンパスに集約された。その他,他に朝日町キャンパスに隣接する西大旗地区に教育学部付属学校が置かれている。新潟駅の南に社会人学生向けの授業や生涯学習向けの講座等を目的としたキャンパス、 クリックが置かれていたが、サテライトキャンパスとしての機能性の充実を図り、利便性をさらに向上させるため、クリックと同じ新潟駅南口にあるプラーカ1の2階に、トキメートを2009年9月に移転をオープンさせた。前述の通り、略称には、信頼が用いられる。ただし、信頼の故障は、他の地域の大学を指す場合もある。高市の大地に育まれた、 経験出実の伝統と世界に開かれた開校都市の新種の精神に基づいて自立と創生を全学の理念とし教育と研究を通じて地域や世界の着実な発展に貢献することを全学の目的とする。現在では医学部、私学部を除く全学部の学生がいがらキャンパスで1から2年時は主に教養教育を3年時以降は専門教育を受ける。 医学部、私学部の学生は1年時は、いがらしキャンパスで、教養教育を受けるが、2年次以降は、旭日町キャンパスに移り専門教育を受けることになる。前日の通り、文系学部の起源は、学生改革で、急に新潟高等学校が廃止された後にそのコーチと、教官人を再編して作られた人文学部である。その後、大学紛争が収束した。 昭和50年代に、旧文部省の地方大学充実政策の一環として、人文、法、経済の産学部に分けられた。そのため、この産学部は以前は同じ建物に同居しており、お互いの学部の講義を聴講する機会も多く、同窓会も一緒である。主な母体である旧新潟大科大学の起源は、1870年設置の協立病院に遡る。 医学部の前身、管理次第医学専門学校の正門。1911年建設のレンガベ塀、1914年建設の門中は、現在も医学部敷地で使用され、登録有形文化財に登録されている。前身科医学語教育研究院病院、脳研究所、全学教育機構、長域研究機構、共通基盤組織、学長、 ディ直属組織以外の教員が所属する、大学組織で所属する教員が学部と研究科の教育を担当する。現在、産学系で研究を推進している。学部重学部研究科別科付属機関、施設21世紀 COE プログラム21世紀 COE プログラムとして1件のプロジェクトが採択されている。大学教育、学生支援推進事業。 大学教育学生支援推進事業テーマ A 大学教育推進プログラムとして一件が選定されている質の高い大学教育推進プログラム質の高い大学教育推進プログラムとして一件が採択されている新潟大学プロジェクト主な研究実績歴史的な実績級新潟医科大学時代も含め新潟大学は 日本の脳外科の父とされる、中田水穂や人の排卵の荻野学説で知られる、荻野久旧作が研究を行った場所である。中田水穂は、ホトトギス派の廃人としても知られ、本学における脳研究の礎を築いた人物であるが、現在では、その有効性が否定されている、ロボトミー手術を日本で初めて行った人物でもある。学生の課外活動の取りまとめ組織は、 学友会である、主な機能は予算の分配である。学生の課外活動団体は大きく分けて、学友会に認可され補助金を受けている、部活動、大学に届け出て任意に結成された、サークル、届け出のなされていない任意サークルに分かれる。学友会所属の部活動は顧問に、大学の教員を迎えることが慣例化している。 近年の他大学と同じように宗教系のダミーサークルが存在するため、大学当局は注意を呼びかけている。また、現在では政治系の学生運動団体はほとんど存在感がない。4月に比較的小規模な黎明祭、11月の上旬日本祭といえる、信大祭が行われる。 黎明祭は小さなお祭りという位置づけであったが、新大祭との兼ね合いから2003年度より開催内容が見直され、新入生歓迎の意を込めた部活動、学内サークル紹介のバイトその役割を変えている。会場は、いがらキャンパス。運営は、学友会より臨時招集された、黎明祭実行委員会。新大祭は大きなお祭りという位置づけである。会場は、 五十嵐キャンパス。運営は、新大祭常任委員会。臨時に人員を招集するわけではなく、常任委員であるため、開催時期以外もその任にある。通常、官例的にスポンサーに FM 入り型がつき、売り出し中のミュージシャンのライブが行われる。国内大学海外大学大学館。 協定部局間協定新潟大学は地域創生推進機構を地元経済界は新潟大学産学連携協力会を組織して産学連携に取り組んでいる。内容としては共同研究や受託研究、新潟大学発ベンチャー企業の育成などである。新潟大学発ベンチャー企業の例としては企業社員に副業や地方の仕事を紹介するリパリアがある。 個々の企業と産学連携協定を結ぶこともある。官庁では、気象庁新潟地方気象台と防災、減災などで連携協定を結んでいる。ありがとうございます。